アズトレオナムチゲモナムモノバクタムはベータラクタム系抗生物質の一つである。ほとんどのベータラクタム系抗生物質はラクタム間に別の間が結合しているのに対して本化合物はラクタム間が単独で存在している。グラム陰性菌にのみ抗菌作用を発揮する。モノバクタム系の抗生物質にはアズトレオナムチゲモナムカルモナムのカルジシン A。 タブトキシンなどがある。スクイブ医学研究所のスカイズラが1978年に土壌細菌からアズトレオナムを発見、1981年その構造を決定した。他のベータラクタム系抗生物質と異なり、グラム陽性菌、嫌気性菌には耐性である。高気症グラム陰性菌及び緑膿菌に対し強い抗菌力を示す。ペニシリン系。 セフェム系に対しての交差反応が少ないため、これらにアレルギーを持つ患者にも使用できる。アミノグリコシド系と似た抗菌スペクトルを持つため、腎機能低下患者に対し、代用薬として用いられることがある。モノバクタム系の副作用には、皮膚異常、肝機能障害などがある。重篤な副作用はなく、人毒性も少なく安全性が高い。アレルギー性の副作用は、極めて少ない。 ありがとうございます。